自分家帰ってきたな。昨日サボっちまったから予習しておかないと。帰ってきて一息。その後はいつも通り予習の時間だ。矢作桜学園は曲がりなりにも進学校。たまに、なんでお前が入れたんだ、なんて言われる。そりゃこうやってこっそり勉強していたから。それ以外にどんな方法があるってんだ。今日日、裏口入学なんてあるわけやねん。いくら俺が権力と仲良し小良しだっつってもさ、あ、これ言ってたよな、権力があるって。今日は英語中心に勉強するか。苦手なんだよな、英語。英単語を中心に勉強して、明日の教科書の内容に軽く触れておく。どうやら俺は理系寄りらしい。だから数学とかはあまり勉強する必要がない。好きではないけど、すっと頭に入る。うん。いつか周りに見せつけてやりたいね、これを。俺がちゃんと努力していると知ったら、連中はどんな顔をするんだろうな。自重しながらカリカリとシャーベンを滑らす。そういえば、なんでこれのことをかしこまって言うと、シャープペンになるんだろう。正式名称はシャープペンシルだよな。なら、シャーペンでもシャープペンでも略称なんじゃ。もしかして、商品名だったりするのか、ホッチキスみたいに。そうなんや。というか、シャープペンって英語なのか。シャーペンって確か、日本人が作ったんじゃなかったっけな。ドイツ語とかじゃないよな。ちょっと調べてみるか。目の前のマウスに触れてパソコンを起こす。あらかじめ起動してあったブラウザを操作して。だからだ。例の先生に尋ねてみる。自分で調べろや、などとは言わず有名な辞典を見せてくれた。先生優しい。Google 先生ね。シャープペンシルっていうのは商標名なのか。そんでもって英語ではメカニカルペンシルと。また一つ賢くなってしまった。いい笑顔やな。今から夜鍋したら壊れたアイロンを粘つくマシンに改造できそうです。お、なんか来た。お、メールだ。イヤホンが刺さっていて気がつかなかった。どうも何通もメールが来ていたらしい。グループによってフォルダされたボックスは4と点滅していた。今日も京都で男からのメールばっかりだ。酢とポテチを合わせたような匂いのする、メールボックスを開いた。何十個にも分かれている俺の幼馴染みグループ。それには様々な共通点が見られる。例えばグループの男女比の内訳。2対3とかなんやろうな。そやな。そうやな。男2やな。うん。1人以上はいない。俺ともう1人の男。つまり男は2人だけ。変動はなし。それ以上もそれ以下にもならない。残るメンバーは必然的に女ということになる。まあ、女はいっぱいいるんか。グループの人間が2人だろうが4人だろうが、はたまた6人であろうがそれは変わらない。そして俺じゃない他の男っていうのは、あの変に前髪の長くて特徴もない処刑どもで、女というのは無駄に美人揃いの淑女たちだ。だから俺は一般的な学園生徒たちよりも女との接点が多い位置にある。と思う。でも、ね、だというのにどうして俺は童貞なのかね。よく出会いがあればなんて言葉を聞くけど、そんなものは甘えだぜ。出会いがあったからって絶対に彼女ができるとは思えない。もう運命で決まってんもんな、このポジションは。しょうがないな。いくら出会いがあったとしても、このグループの中じゃ意味なんてないのだ。女たちの目が俺の方に向いてないんだから。うん、脱線しちゃったな。まあ勉強か。今日はもういいか。まあでも2ヶ月後やもんな。全員にメールを返して終わり。開いていた教科書も閉じる。今日は考え事が多くてちょっと疲れた。このぐらいでいいだろう。明日はちゃんとやれば取り戻せるくらいの遅れだ。うん。風呂も入ったし寝よう。明日もまた頑張らなくちゃいけない。明日が来ませんように。そうだ、明日なんて来なければいい。日常なんて続かなくてもいい。そしたらもう頑張らなくていいんだから。まあでも、あれやな、自分が動かんかったら不幸になるって思ってるから、やっぱこうやってなんやかんややったりしてるんやもんな。ほい。来たな。次の日が。またあの夢が。お、なんか見てなんか。いや別に何の夢も見てないんだけどね。俺はあんまり夢を見ない。人間夢っていうのは絶対に見ていて、ただ覚えていないだけだそうだ。正確にはいつも夢を覚えていないってことなんだろう。これが幸せなことなのか、虚しいことなのか。それはよくわからない。所詮は非現実ですよと。よいしょっと起き上がり。うん。うるせえうるせえ。その、すでに起きてるところが優等生。
朝食を食べる前にいつものめんどくさい髪をセット。適度に着崩した服装を作り上げて。これでよしと、うん。さあ今日もいつも通りのキャラクターで行こう。うん、また会うんかね。寝起きの体を覚醒させるように肩やら首やらをぐるぐる回す。なんでこんなに痛いんだ。枕の高さとか関係あるのか。おと今日も発見か。いつも見かける少年が女子と一緒に歩いている。見かけたからにはスルーできないのはお約束。よし、こんなもんか。よし、どうも、お二人さん。ボディがお留守だぜ。うわ、なんだ、友近か。いきなり後ろから背中叩くなよ。すまんすまん、あまりに無防備な背中だったからよ。お、義理の妹ちゃんもおはよう。友近さん、おはようございます。くう、今日も可愛いね。くう、俺も、こんな妹が欲しいぜ。それはどうも。ツンというのは少年の義理の妹だ。ツン言う、現在再婚した両親が海外出張中のため二人で住んでいるらしい。まあ設定としてはよく見るな。噂では偏愛家だそうだ。そういや最近よく朝に会うな。最近って言っても昨日と連続で会っただけだ。まさかつけてるんじゃないだろうな。なわけねえだろ。ストーカーするならてめえなんかじゃなくて会長だ、ね、ちょっと待って。お、どうしてこいつ今日は義理の妹と一緒なの。こいつが気があるのは生徒会長のやつ。最近は毎日のように一緒に学校に通っているって調べはついている。あれ、なんかいろいろと。そういえば今日は会長と一緒じゃないの。うん、あ、まあね。うん、あ、まあね。何気なさを装った問いに、少年は言いよどん。この感じ。今の言葉を、ああ、そうなんだと受け取るほど俺はおめでたく。何もないわけない。体調不良かなんか ?3。こそこそと俺はカバンの中からノートを取り出す。友近、それなんだ。よくぞ聞いてくれました。これは矢作桜学園女子ランキングノートバージョン 3.01。冬のメルティーな思い出編だ。ここには、矢作学校の、全ての女子がランキング別で記されている。最低ですね、友近さん。ほんま最低やな、これ。あんだよ、義理の妹ちゃん。そんなピリピリしちゃって。このノートによれば。おい、デリカシー。デリカシーないぞ。生理はまだまだ先じゃん。最低です。お前最低やな。朝廷でグラス状を打ち抜かれ派手に、うん。体がぐるぐる回ったと電柱に、体がぶつかった。うん、行きましょう、兄さん。うん、そうだな。義理の妹が上の空気味の少年の手を引っ張ってスタスタと言ってしまう。ひでよ、待ってくれ。作ったような声を出して。振り返ってもこっちを確認できなくなる距離になるまで待つ。立ち上がって背中を押する。焦点の方は正直大したことはなかったけど、吹っ飛んで電柱にぶつけた背中は痛い。うん。背中負けると響く。矢作桜学園女子ランキングノート、バージョン 3.01、冬のメルティーな思い出編を拾い上げる。もうフルネームで言ってるやん。何も書かれていない真っ白なノートをめくりしばし観光。あ、書いてないんやな。こりゃもうマジかって感じだな。どうやら昨日の直感は間違いじゃなかったらしい。何かがマジかだ。昨日の帰り道の、妹系幼馴染も含めて。鉄火場は近い気がする。バレンタインか。この二人、本格的に調べないと。その差し迫ってきている何かっていうのが一番大切なんだ。しかし、それを探すにはちょっと時間が足りない。これもしかしてさ、その、主人公が幸せになれんかったら何かあったりするのかな?また俺の直感が告げている。当たっている直感だ、信じるべきだろう。俺一人では無理かもしれない。誰か協力が必要だ。うん。あんまり乗り気はしないんだけど。あいつに聞いてみるか。お、それしか道はなさそうだ。誰の野郎。ふう、ようやく昼休みだぜ。俺にジェネレーションがようやく追いついてきたって感じだ。よく言うよ、友近はずっと寝てただけだ。本当だぜ、英語なんて先生に指さされてたのに起きなかったじゃんか。何者にも俺の睡眠を妨げることはできねえのさ。こっそり取っていたノートを隠しながら満面の笑みを心がける。さて、学食でパンでも買うか。友近くんも行く。うん、どうしようかな。いや、今日は気分じゃねえな。
なんだよ、また幼馴染たち優先か。ちげえよ、お前らみたいなむさい男どもと食ってもしゃあねえだろ。俺は女の子に声かけに行くんだよ。それで成功したこと一度もないじゃん。ルヘ、今日はやってやんだぞ。やんだぞってなんだよ。まあ頑張れよ、じゃあな。おう、食いっぱぐれんなよ。まあでもなんか調べんのかな。さあ、同級生たちのありがたいお誘いも断ってしまったし、覚悟を決めないとな。あと問題なのは連中だけど、妹系幼馴染と揉めてる少年は窓の外を眺めながらぼーっとしている。物思いに沈んでいるという感じだ。よし、姿をくらませるなら今がチャンス。達也、今からご飯食べるのか。学食と購買どっちに行くつもり。右後ろの席に座っていた少年が尋ねてくる。しまった、こいつがいたか。うん、な。そう。今から女の子たちの生足絶景スポットに行こうと思ってたんだよ。パンチラもありだぜ。お前も来るか。行かない。達也も危ないことしない方がいいぞ。お、うまいことやるんやな。心底呆れたような顔をする少年。こいつならこう言うと思った堅物気取りだから。もったいないやつだぜ。後で後悔すんなよ。うん。なんとか一人になれたな。教室の外を出て廊下を、早歩き気味に走ってないんやな。もちろん生足絶景スポットに行くわけじゃない。そんなところがあるなら俺が教えてほしいくらいだ。うん。矢作桜学園の校舎は大雑把に行って H の字型になっている。H の下側は短くて、その凹んでいる部分に昇降口があるイメージ。ほう。3年が1回、2年が2回、1年が3回というようにそれぞれ振り分けられている。その校舎とは別にもう一つ、物質棟と呼ばれる建物がある。これは2階の渡り廊下から行くことができる校舎に隣接した建物。そこは文字通りの物質だらけの塔。建物に様々な物質が割り分けられている。俺は部活には入っていないから滅多に訪れない。だから知っている物質の場所はここだけ。新聞部。総プレートのぶら下がった部屋の前に到着する。ここに来るといつも緊張するんだよな。あ、新聞部でそういう情報を仕入れてる感じか。息を整えてリラックスリラックス。私はウルトラリラックスと。あ、そうだ。物質に入るところを誰かに見られるのはまずい。キロキロ。人影はなし。よし。覚悟を決めてドアノブに手をかける。うん。おい、風呂、いるか。ノックくらいするのが礼儀だと思うけど。あら、また喋る。かわいい。また。あら。ね、ちょっと控えめですね。うん。いやーでもね、結構ね、この赤選ぶのちょっと良くない？この自信あるよな、赤選ぶ人って多分。黒メガネじゃないんですよ。赤ってちょっと自信があるような気がする。美貌に。わからんけど。新聞部の、室内のパイプ椅子に腰掛けていたのは一人の少女。長くたっぷりとした後ろ髪。可愛いな。それを飾り付けるようなリボン。メガネの奥の眼光は鋭く眉毛も切れ長で、顔は綺麗に整っている。でもそのせいで近寄りがたい雰囲気がある。制服はその神経質な表情に沿うようにぴっちりと着こなしている。学校指定のリボンに学校指定のカーディガン。第一ボタンは閉めてないし、ブレザーも着ていない。他の特徴はガリガリな体育。ちゃんと飯を食べているのか疑わしくなるほどほっそりとした体をしている。ほんまにな。なあ、全体的にちょっと細い感じがするよな。あ、手綺麗。なんか現実の女の人を褒めるときみたいな。あ、手綺麗ですね。だから胸もあんまり大きくない。やっぱ胸は見るよな。俺も見たけど。第一に見てたな、俺そういえば。まあ何っていうのは、な、情報のことやねんけど、こちらの考えを読み取ったかのように鋭い目つきで尋ねてくる。いや悪い。もしかして取り込んでた？別に。お昼食べてただけ。これ、リンコかな。ドンと手に持っていた栄養ブロックを置く。うん。風道か。風道凛子。それがこいつの名前だ。珍しいわね。達也がここに来るなんて。ちょっとボイスが聞き取りづらかったんで、BGM ちょっと下げました。はい。ね。そうだったかね。普段はこっちを避けてるような感じなのに。あ、そうなのかな。そんなことはないんだけど。まあでも忙しいからな。でも当たらずとも遠からずだ。まあたまには幼馴染と休校を温めようと思って。風道も俺の幼馴染グループの一人だ。付き合いは小学校に入るちょっと前から。中学も一緒だったからもう長い付き合いになる。どう
ういう風の吹き回し？あ、なんかちょっと仲は悪いんかな。ツンツンしてるだけ。吹き回しもクソもないぜ。女の子とはいつも喋りたい。なんか気味悪いよね。可愛いな。言い方がきついやつだな。まあいつも通りだけど。いやまあその、所用があっただけだよ。他の部員っていないのか。もしかしてこれから来る予定とかあったり。例によって私一人よ。ほん。ほほ。そりゃ都合がいい。じゃあ早速本題に入らせてもらおう。おー！